よし。ミカさん、対空ラスバ勝ち。出なきゃ負け。負けかこれは。やばい。おう、これ受け身取らないですね。持って今の無理くそうぜえつえんだよそれ。どうしようかな、バックしてもな。はい、よ、俺のフレンドがちょっと前をプレイしている。あー間に合わない。CF っぽかなと思ってんけど、はあ、えらい、マジでえらい。むくそ、届くと思ってなかった。やったー、おもくそ、やったくそ。絶対次勝ったるからな。再生してくれるのかな、ルークに。これルーク使う時の唯一の不安点、再生してくれるかどうか不安っていう。なんかしない気する。あ、してくれる。ゼクの時あんまそういう心配ないんやけど、嫌われてるキャラすごい大変だね。は、今はタイプ出ない。あ、確定してる。えい、ぶねこれ、積み くそ、強い、強いんだけど。マジか。いやー、やだー、強い。さすがにマイナス2とは知ってますよ、それ。あぶねー、マジで対空出ない俺にとっちゃ天敵すぎるんですけど。そう来るか。なるほどね。ですよね。あれかな。くそ。ダメだ。こいつルーク使うときは弱点だわ。ダメだ。勝てない。飛ばれたら勝てない。だって対空が出ないんだもの。ああ。対空が出ない。ガチャ対空が、ガチャ種類が出ないんだ。
しなかった嫌いなんだよな。ぶっこぼか。はい。度胸ねサカットで暴れそうね。はい、オッケー。サガットで暴れ似合わないよサガットくん。全体飛ぶと思った。あー確認したって今俺一生懸命。はい、オッケー、勝ち。いや。下がったは争いに限る。You win. 真面目に戦ってこいつに勝てるわけねえからな。言うたら新しいことと同じ区分や。立ち回り勝てるわけねえんだから。立ち回り絶対勝てないだったら争うしかないよね。でこれファイヤー。はい差し返し。有利なんですよこれ。はい。あそこの距離の大キック有利なんですよ。はい完璧。どうやった？フルコンしたら多分死んだな。判断ミスやけど、まあ勝ったもんは勝ったもんで OK。 まあルーク下がっと結構下がっときつい気するな。単純に俺が玉キャラ苦手っていうだけやけどさ。よしララ、さっきポイズンと当たったはずが急にパソコンが落ちて消えてしまったからね。あ、やる。それはちょっと頑張ってる。見ている。おばいか。おばこいつやりに来やがった。あー、きしょーい。負けねえ。あー、やった。終わった。あー。やったー。やってない。やったかも。ララってこういう試合になったらもう負けるからね、しょうがないね。いや、俺のマイナス2の得
ところのタクの読み合いが下手くそすぎたのが悪いな。これはもうちょいちゃんとタクレに行けばよかった。あれあいつのマイナス1突進のタクを間違えるとこんな負けんねん。なんか絶対これでキーしたもんマジで。本当はあそこの中足を昇竜拳にキャンセルしたいんやけどな。そんな器用なことはできません。危ねえ、絶対危ねえと思った。絶対危ねえと思いました。OK。 慣れてきたよ。まあとりあえずこいつのサンタークラップは大キックが中足で尖らないよね。はい、それは聞いてないわ。聞いてない、マジで。いろいろな面で聞いてない。強い。それ強いわ。もう。はい、はい、こいつ知ってるな、分かってるやん。ダラのさ、ジャンプ中パンチってさ、あのガストでジャンプ距離伸びるんよね。あ、やばい、このビシュート危ねー。あ、だか、バカ。全部暴れ通ってる。はい、勝った勝った。こいつ絶対ルークの剣とか嫌いになったんじゃないかなって思います。申し訳ない。いや、申し訳ないって気持ちはないけど、申し訳ない。はい、惜しかった。ああ、心臓に悪い。ならせん、心臓に悪いわ。
よっしゃ、お前さっき僕アキラにボコボコにされてん、お前お前ぶちのめしたのかな。暴れる？暴れない、オッケー。ぼったくりできちゃったね君。ナイストライ。完璧か？完璧じゃないかもしれんけど、勝った勝った。ベガの EX デビルワープが超きついです。助けてください。キューボ、えい。ベガの EX ワープの対策。EX デビルワープの対策。マジでキューボなんすよ。勝てない。あいつの EX デビルワープに勝てない。ラウンド1。ナッシュ。ナッシュやだな。なんか止まってた。分かってんな大将。落ちんだ今の。勝てるか。ああ暴れつぶしか。マジで間に合うそれ。あ違う、それ強いわナッシュのトリガーって強いわね。なんであれ中断なんだろう。中断だから困ってるわけじゃないけどさ。確かに。絶対暴れると思ったから中断出したのに、なんで引っかかんねんあれ。水中変わった、噛み合った、完璧。You win. ドキドキする。ナッシュの相手な。ナッシュ苦手。ゼクーでも苦手。つまりどのキャラでも苦手ってことだね。ステルスダッシュクラブ。じゃあステルスダッシュ使えよ、お前。Round one. これステルスダッシュじゃねえだろ。仲いいよ。投げ多いね君。うまい、マジでうまい今のは。
あ、そんな連携が。はい、この後の前線止まらないよね。わかる。あ、有利じゃねえの今の。まあ知ってた、最強技だもんな全通常技の特殊技の中で最強って言われてる。その時あー自動差し返し、まあこれ受けるしかないね。さすがに飛べるべさすがに止めるべよ。ジャスト。降臨と違って当たり判定が出るわけじゃねえんだからさ。まあ逆にこれに関しては降臨が強すぎるって話もあるけど、見てても止まらないもんな。手出したらなんか攻撃食らってるもん。おかしいよなあれ。降臨ぶっ壊れ。つまり、そう、俺がそれがいて。ナッシュのトリガーが弱いわけでない。降臨が強い。あいつがおかしい。なんで見てるのにあいつのステップ止めれねえんだよ。逆になんでダッシュ3本のダッシュは見てたら止めれるんだよってな。まあそれでもダッシュの3本のダッシュ強いと思うから、降臨がおかしいんでしょう。ってことでさらば。